遺跡、岩塾遺跡岩塾遺跡は、群馬県緑市にある旧石器時代の遺跡である。1946年頃、当時在野の考古学者であった、藍沢忠宏によって発見された。この発見によって、それまで土器時代以前の日本列島に人類は居住していなかったとされた定説を覆し、日本にも旧石器時代が存在したことが証明された。これ以降、 日本全国において、旧石器時代の遺跡の発見が相次ぐことになる。1979年8月17日、国の史跡に指定された。岩塾遺跡 B 地点は、史跡岩塾遺跡以降保護観察施設として公開されている岩塾遺跡は、赤木山路南東、渡瀬川右岸地域の小山宮に立地しており、丘陵の北部は、東海山、南部は、 山寺山及び、コンピラ山と呼称される。東海山と山寺山の境をなす低い安部には、長道が通っていたが、藍沢忠宏によれば、初めて、ローム層中で、打声石器を発見したのは、この道路の切通しにおいてであった。藍沢は、当時、納豆の行商を行いながら熱心に、考古学研究に勤しんでいた。1949年、 杉原昭介の主導による明治大学の発掘調査で、霧同士の北側が A 区、南側が B 区と命名され、A 区において上下2層の石器文化層が確認された。仮層の黒褐色層、岩宿愛文化と呼ばれる石器群は地表の火薬1.5メートルの中ブローム最上部の暗色体中に包眼されており、楕円の形状を成す、楕青石布2点のほか。 早期類、二次加工のある人気上白片、赤角があり、石材には主に血眼が認められる。同層からは、多数の自然歴や栗材の単化物も見られた。この結果は、旧石器時代の段階における、植物資源の広範な活用を示唆する。この暗色体の最上部には、アイラ TN 火山灰が確認されており、このことより、岩塾愛文化の年代は、 今から2.5万年以上前に遡ると考えられる。エイク上層の気化色層岩塾通文化は、上ロー無層中に含まれる、切れ出状のナイフ型石器を指標とする文化で、目の尾、血眼、黒明るいし、安山眼など様々な石材が用いられている。藍沢忠弘像岩塾博物館。ありがとうございます。